インターネットユーザーの実に87%が YouTube を利用しておりここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます詳細は説明文のリンクよりご確認 いろいろなニュースが入ってきておりますが、はい、あ先日来びっくりしたのが、総理大臣官邸の屋上、はい、え小型無人機、ドローンが見つかった事件です、この事件を受けて、ですね政府は今日午後、ドローンの運用ルールですとか、法規制を見直す関係省庁連絡会議を開きます、東谷さん、改めてやっぱり便利なものっていうのは、犯罪にも使われるっていうことなんですね,そ,ですね、うん、それはもう常識的な話だと思うんですけれど、えーえー、だい大体ドローンって飛んでるのを見てもですね、はい これ危ないいと思いますよね。例えば子供がですね、えーえー、近づいていってです、ねえー、指を入れたらどうなるんだ、えー、とかですね、はい、そういうことだって本当はもっと心配してよかったと思うんですね、えー、そういう話が全然出てこないで、えー、これはあのビジネスに使えてアメリカではもうビジネスに使われているから私たちも使いましょう。それはあまりにもですね、えー 居住空間がアメリカと全然違いますよね、えーえー、日本の場合、特に都市部なんかは密集してますから、はいえー、子どもたちだって、えー、大勢出てきますしね、えー、そういうことで非常に危険なあものっていうのは、最初から分かってたと思うんですね、えーえー、先ほど申し上げましたように、やはりあまりにも遅い対応だというふうに、はいえー、はっきり言って、鑑定もおまぬけですよね。はい、そんな分からないで一晩、えー 少なくとも一晩ですね少なくとも一晩ですからね、えー、それに雨が降っていた雨が降って雨が雨水が溜まっていたって言うんですから、えー 大丈夫なんですかね日本のその情報関係とかですね、官邸、ね、がそういう目にあっているというのはですね、えーはいまあ、長く考えれば1か月ぐらいあったかもしれませんからね、そうですねまあ、1ヶ月あったかどうか分かりませんけど <laughs> いや、これ、本当にびっくりしました。はい、さあ、それではですねここから東谷さんに、このテーマで話を聞きます、はい、高齢化に対する介護政策、データ誤用で現実を無視する政府。 今年四4月から介護事業者に支払われる介護報酬2.27%引き下げられました介護保険制度2000年度に始まりまして原則65歳以上の高齢者で要介護認定受けた人は費用の1割を自己負担すれば介護サービスが提供されるということになっているんですねで残りの9割税金と40歳以上の人が払う介護保険料これが財源となっています消費増税ここれれが先送りされたこと で介護報酬の引き下げ、まあ、やむなしと感じている国民の方も少なくないのかもしれませんけれども、まあ、このマイナスの改定、介護関係者中心にですね非常にその批判的でもあり、はい、悲観的にも捉えられています。介護職員のその処遇今後悪化するのではないかとか、介護施設の経営まあこれが危うくなってですね、養介護者が施設に入所することこれが難しくなってしまうのではないかとか、あと特別養護老人ホーム特養ホームという。 言われますがこの介護事業利益率が高いとのその指摘がですね財務省からあったということなんですが東谷さんこのあたり今回のその引き下げについてどういうふうにお考えですかあの私はですね、えー、これ介護関係者の懸念あるいは有料というのは正しいと思いますね、はい、え何何なぜかと言いますと今少しお話がありましたけれども、えー、財務省が根拠としていたですね、えー、えその利益率が高いんだとか、はい、それからもう一つその 溜め込んんでいるんだって話がありますね、えー、でそういうところあるかもしれませんが、実はデータ的には全くですね、データとしては見つからないってことですねデータ、平均値とかそういうものには全く出てこないんですね、えーえー、例えば、えー、収益差率、収益差っていうのは、これは、えー、普通の一般企業ですと、純利益ですね、その収益差率が非常に高いという話で、はい、えー 財務省は、ええ、こんな高いのはおかしいんだという言い方をしました。ええ、それから溜め込んでいる内部留保って言うんですけどね、うん、内部留保が多すぎる、はい。だから6%、えー、その引き下げたって構わないんだって、はい、最初2.27じゃなくてですね、ええ、財務省が要求したのは6%引き下げるって話だったんですね。ええ、でこれはほとんど根拠が 私はないいと思います、えーえー、少し話を先に持って,ってしまいますが、はいえー、例えば、えー、いわゆるその特養と言われております特別養護老人ホームですね、えーえー、ここの,その収益差率がですね、うん、財務省の数字ですと8.7%ある、はいで、中小企業が2.2%しかないのに、えー、儲けすぎなんだ<ー>でもこれはやはりですね、えー、考えなくちゃいけないんですね。まず中小企業が 2. 2っていうのは、はい は中小企業というところは上場していません、はい、上場していないんで自分の会社が純利益率が高いんだということを示す必要がないしたがってデータ的にはどうなるかというと、うんえー、必ず低く抑える,なるほど本当はもっと儲かってるでも低くそれは申告する、はい、申告するあるいはそのそういう財務諸表にするんですね自分ところのですねその親族の人たちの、はいえー 給与を上げるとか、ですね重役の給与を上げる、それから自分に回す給与を少し上げといて、えー、不況になった時ですね、えー、それに対応するために周りにこう振っておくという、そういうやり方を今まではやってきてたんですね。はい、ですから2.2いうののはこれ必ずしも中小企業の、えー 純利益率とととは言えないというところがあるわけですね、ええ、それから、えー、これはですね東京都の数字なんですが、ええ、東京都が、えー、特別養護老人ホームを運営しております社会福祉法人の平均を取ってみたんですね、ええはい、そうすると、えー、収支差率は4.3%なんですね、ええ、それから社会福祉法人の団体がありまして、そこも独自に調査したんですが、ええ、これは 4. やっぱり3なんですね。 そうしますと、ですねやはり財務省の数字というのはかなり最から大きすぎるんですよ、ねえーえー、それからさっき内部留保という話がありましたね、はい、でこれが一つの,その社会福祉法人に3億円もたま,り込んでたまってるんだという話なんですが、えーはい、え実際にです、ね、じゃあ、お金として、えー、現預金というんですが、現預金としていくら持ってるんだって調査をしたリポートがあるんですね、はい、それですと1.6億円、はいで。これまだ大きいいかという ふうにに話なるるかももしれませんんが億円ぐらいいいいでですすね持ってなななくけとう事情あぜかというと、ああいう施設がありますね、施設というのはだんだん古くなっていきますので、将来的には建て直しをしなくちゃいけない、修繕費もかかる、それからいろんな損耗していくものがありますね、そういうものを考えると、やはりある程度持ってなくちゃいけない、だから1.6億円、必ずしも高いというふうには思わないという人たちもいるんですね。で それから一。 一般の企業も内部留保をため込みすぎているという批判、一時ありましたね、しかし、これ実はですね内部留保というのは必ずしもそのため込んだお金じゃないんですよ、はい、会計上、えーえー、バランスシートの右側の下の方にですね、うん、出てきてしまいます、えー、利益剰余、えー、金といって、ですねこれはかなりその会社の経営陣がいろいろな判断で使えるお金として出てくるんですが。うんえー 現実には、えー、バランスシートの、えー、左の方になりますけれども <えっ S 1> 投資とかですね、はいえー あのそれから有価証券とかですね、ええ、そういう形でもうすでに使われているんですね、したがって内部留保というものが数字が大きく出ても、ですね、えー、必ずしもその会社が、えー、ちゃんとした経営をしてないということには、全くならならいです、ええまあ、よく言われたのがね、その内部留保がこんなにあるんだから、ええ、それはもう従業員に、ねはい、反映させろなんていうのがね、はい、話があります。あのでにあの内部流 という数字が出てくる以前の問題なんですね、いくらぐらい、えー、もっと払わなくちゃいけないか、それは会社の判断ですね、異常にですねその会社がその給与を払わないで、ですね他の会社と比べて安い給与しか払わないで、内部留保を貯め込んでるというのが、 あったらですね。それはやっぱりその会社問題ですよ。しかし、えー、そういう会社ってなかなかあんまりないわけですね。うん、でも今の東谷さんのお話聞いてると、その介護報酬が2.27パーセント引き下げられました。えー、でもそのデータとしての何かこう今のお話聞いてるとですね、えーえー、ちょっと根拠ないじゃないかっていう感じがします。でももう一つ心配なのがその介護報酬の引き下げ。そうです。えー、介護報酬を引き下げてしまうと、で政府はどういうふうに発表したかというと。はい 国民の負担が減るんだっていうことを発表してるんですね。ええ、しかしそれはあの逆にですね、えええ、介護報酬が減ると、はい、そのいろいろな施設の、はいえー、待遇って言いますか、ええ、その。 職員に対する待遇があの落ちてしまうわけですね。はい、そこで政府は介護職をやってる人たちにはまた別立てでですね、うん、お金を渡すんだ。えー、しかしこれもですね必ずしもその介護報酬介護をしている人たちにお金が行くかというと話、はい、もそうではないんですね。うん、やはりそこら辺はその介護施設の方でいろいろな経営判断をしてですね、えー、他の人たちにも渡さなくちゃいけないんですね。えー、例えば介護はしてないけれども、はい、選択をしている人たち。 とかですね、それから掃除をしてる人たちとか、うん、それから経理をやってる人たち、うん、そういう人たちと比較してですね、うんえー、お金を 払っっててるわけですね、はいええ、単にっていうのはただ、困るだけの話なんです、ね、ええ、ですから介護施設の人たちはあの、実際に話も聞いてきましたけれども、<え>暗い顔してますね、<ー>なんでこんなことをするんだで政府の言い分としては、あのこうすることによってその支、政府の支出を抑制するんだっ言ってるんですが、ええ、これも嘘くさい話なんですね。うん、これまで 介護、えー、報酬というのは、ですね、はいえー、今まで、えー、以前にも6回ぐらい上がったり下がったりしてるんです、はい、で一番大きかったのが2003年のマイナス2.3、はい、それから2009年にこれはプラス3.0、こういうことをやるんですね、うん、その政策、自分たちの政策だと、えー、自民党は下げた、それから民主党は上げたとかっていう形でですね<ー>やるんですが、ほとんど全体の介護費用から、うん。えー 介護費用の伸び率からすると、埋没してしまうんですよ、なぜかというと、圧倒的に大きな要因は、ですね老人が増えていることなんですよ、特に75歳以上の後期高齢者の人たちの数が急速に増えてますから、埋没してしまうで、埋没してしまうの本当は政治家も、ですね、えー、それからおそらく財務省も、厚生労働省も分かっている。えーはい 分かっているんだけれど国民の前でパフォーマンスをしなくちゃいけないんですね、うん、で特に財務省は今回、ですね、えーえー、消費税先送りにしたじゃないですか、えー、先送りにしたら、ですね我々があこういうところからですねは払ってるお金を少し減らしたっていいじゃないか、えーはい、でなんとなく正当なような感じがするんですが、財源が伸びちゃったからみたいなね、えー、いところが対局変わらないんです。うん、で肝心のそのそ 大きな変化がある部分をですねやはり考えなくちゃいけないということなんですね、はい、今朝のコメンテーターはジャーナリストの東谷聡さ,さんでしたまだまだこの問題は何か続いてきそうですね、はいはい